はい、皆さんこんにちは。てっちゃんねの時間です。今回ちょっとね、皆さんコロナでね、いろいろ大変やと思います。でね、自宅にいてまあね、うずうずしてる方もいらっしゃるかと思いますんで、実際にね、やってみようシリーズっていうのをね、ちょっと、お伝えしていこうかと思います。さあ、そしたらいよいよね、塗ってみましょうね。今回これですね、シーラーね、ちょっとこう乳白色というのか、こうね、サラサラした液体ですね。これいわゆる下地の吸い込み止めね。で、あとは上塗りの密着を良くする、まあそういった意味がありますが、まあこれちょっと塗っていきます。まあこれわかります？結構こう透明ですね。はい、次ですね、同じシーラーなんですが、ちょっとこれ見てもらえますか。結構ね、色がついてますね。白い液体、まあ、いわゆる上塗り剤、いわゆるペンキみたいな感じに見えますよね。でもこれもシーラーなんです。ローラーは基本縦に動かしますね。で、下から上、上から下、ダブルを書いて、逆ダブルを書くという、まあそんな感じですね。で、これをまんべんなくこうね、ムラをなくすためにこうやって横でね、ムラを切るっていうやり方があるんですね。まあこういうような形で、まあいわゆる均等に、ね、塗ろうとする面に均等にやります。で、最後ね、横に塗ってもいいんですが、最後は、縦にこう仕上げましょうね。縦に、次ね、フィーラーを使います。さっきは C ですよ、 シーラー。今度はフィーラーですね。で、フィーラーって何かね、シーラーはこうやってね、下地ね、そのままも見える状態、もしくはまあ下地が隠蔽しても、まあ真っ平らになっていきます。で、例えばこう壁にね、こうひびが入りました。で、ひびが入ったところをね、何か補修すると、その型がやっぱりどうしても残ります。それを少しでも、分かりにくくするために、模様、テクスチャーっていうね、模様をつけます。で、その模様をつける一つとして、こういうね、フィーラーを使って、これマスチックローラーって言いますね。こうグツグツのね、まあ、こういったものを使います。するとこうザラザラ肌っていう形ですね、に仕上がっていくというようなものなんですが、まあとりあえずまあやってみますね。わかります？このジャラジャラジャラっていう感覚、ジャラジャラジャラ、よいしょ。で、これはね、こう上から下じゃなしに、下から上ね、おっぱいと一緒です。持ち上げるんです。下げたらダメですよ、ね、形をきれいに整えるには持ち上げますよね。その感覚でこうやって、持ち上げてくださいね。こんな感じで、これはあくまで全部下塗りです。これに、上塗りを塗っていきます。で、まあ今日ちょっとね、実際にその上塗り塗るところをね、やってみようで、やってみたいと思うんですが、さあ、まあとりあえずまあね、一回塗ってみましょう。こうやってまあ塗っていくわけなんですが、これが上塗り1回目で、あとこの上に同じようにもう一度この同じ材料を塗るということでね、仕上げ2回塗りになっていきますということですね。まあ次はまたちょっと違うことやってみたいと思います。今回これですね、ひび割れを再現しました。で、ひび割れがあったところ、まあ、こうやってね、普通、まあ、コーキングを入れて、ひび割れの、ところを詰めるんですが、これ、詰めた状態で、まあ、塗りますよね。塗って、この型がやっぱり出てしまうんですよね。型が出てしまうので、型を消すために、まあ、前回やった、マスチックパターン、ね、そういったものをこうつけることによって、その、下地の粗、まあ、粗ですね、を、まあ、分かりにくくするっていうようなね、ことをやってみます。まあそもそもね、なんでそうやってね、フィーラーで模様つけなあかんねんっていうようなとこね、これ実際見てもらったらわかるかと思います。で、これ上と下ね、まあ同じようにしてますが、まあとりあえずね、比較するために、上側普通の、まあ、ホワイトシーラーでね、これちょっといってみますね。まあこうやって塗るわけなんですよね。やっぱこう肩残るんですよね。わかりますね。まあこれに仕上げをしてもね、やっぱりそういう風に型が残ってくると。で、さあ今度こちらですね、前回もやってますが、マスチックパターンですね。これちょっとやってみたいと思いますね。よ、まあ、こんな感じですかね。わかります？でもまあ、型消えてるでしょ、このコーキングの型っていうのがね。そのためにこういう、まあ、模様をつけるというね、一つの技法ですね。今日はね、ちょっとコーキングのね、やってみようシリーズでいきたいなと思うんですが、まあ、よくね、手に取って、まあ、買ってしまうものの中に、この、
シリコンですね。シリコンっていう抗菌があります。これはね、まあ、外壁とかに使ってしまうと、こう上にペンキ塗ろうとしてもペンキがくっつかない性質があります。で、通常ね、塗装するとここに使うものね、こういう変性ね、変性のついた変性シリコンっていうのがあります。こちらの方を使っていただくと、抗菌をした上に塗料が塗れます。こちら塗れません。それをちょっとね、やってみようってね、行ってみましょう。ではこちらですね、じゃあ塗ってみましょう。どっちがどうかね、どんな風になるかっていうのね、ちょっとまあ見てもらったらいいかと思うんですが、この上にですね、こうペンキをまあ塗っていきたいなと思うんですが、よし、いきます。まずこっちから、こんな感じですね。で、こっちの方いきます。わかります？こちらがシリコンの方ね、ペンキ弾いてますよね。全然くっつかないんですね。これじゃあね、やっぱ仕上がりにものすごく問題が出ます。これがまあね、大きな違い、変性シリコンとシリコンね、皆さんよく覚えておいてくださいね。ご自宅の外壁失敗しないようにね、お願いします。